ドラゴンクエストブリゾー実況プレイやっていきます。はい、ではおっさんに話しかけようか。うん、でこよ、タタ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 タ、わからぬか、魔物がこの街を襲おうとしているようなな。なんでわかんのそんな。準備を整えてくれ。おお、まあそれはサンキュー。一緒に戦ってください。ビリンを守り抜くのだ。わかったわかった。うん、彼の言う通り、悪しき魔物たちがこの地に迫っているようですね。新たなメルクデを作るため、大切な拠点、魔物たちに破壊されるわけにはいきません。棍棒や傷薬を用意して、竜王の、配下の魔物たちを撃退するのです。あ、ちょっと待って待ってね。薬草を作れと。薬草、傷薬、最大数で、あと棍棒だね。棍棒ちょっとあれだな、ビリンが作ってくれた目玉焼きでも食そうかな。いただきます。うめえ。で、いらないものをしまっておこう。これもなんかに使うんだ。これ使おう。使う。よし、あと棍棒を何本か作っておいて、最大数も2本ぐらい、1、2、これでいいでしょ。で、装備しとかないのね、ちゃんと装備、オッケー。準備は整った。オッケー、おっさん、一緒にビリンを守ろう。これが初めての本格的な戦いです。てか、あなたの勝利を信じていますよ。お、なんか、あ、ドラクエっぽい、ドラクエっぽい、ドラクエっぽい。竜王軍バトル。ビリン、大丈夫？どうしよう、ビリン、お前はそこにいろ。じっとしてろよ。おっさん、行くぞ。うわー、来てる。やばい。やばい！つえ！ああ！あ、攻撃力はそんなでもないか。おっさん！大丈夫か！おっさん！おっさん生きてるか？どっから入ってきたの？あ、こいつらジャンプできるんだ。でかいの来た、でかいの。またんか。おっさん行くぞ。あ、おっさん狙い？いや、痛い。あー、やばい、かゆ。おっさん、HP 高えな、お前。あ、ナイス。ナイス。いいとこ取り。守り抜きましたね、はい。うん。より大きく輝きを増し、この地を照らしてくれるはずです。うん。しかし、竜王の配下の者たちに、この町の場所を知られてしまいました。人間が団結し、かつての力を取り戻すことを恐れています。この町を潰そうと、うん、定期的に、はあ。者たちからこの町を守り抜き、いつかメルキドを支配する強大な魔物を倒すのです。わかった。なんですって？そんなこと自分にできるかわからない。役割とか責務とか、やっぱりよくわからないですって。物を作るのは好きだが、誰かに作らされたり、魔物と戦ったりはしたくないと。今はまだそうかもしれません。しかし、あなたは人との出会いの中で気がつくでしょう。特別な力を持つ者には果たすべき役割があること。
どうやらこのうちでの私の役割は終わったようです。ここからは仲間たちと協力してあなたが望む町を作り、メルキドの町を復活させてください。新しい地で再び会える日を楽しみにしています。すべての精霊の導きのままに。青の石板。何何何、急に何、急に何、やったれ。え、なんか増えてる。なんだこいつ。お前なんだ、お前。こんな場所があるなんてな。お前は誰だ。こんなところで何やってんだ。なんだって、ここに町を作るだって。ずいぶんくだらねえことしてんだな。殺すぞ。自分が生きるのが精一杯、他人のことなんか構っちゃいられねえはずだ。とはいえ歩きすぎて疲れちまった。少しの間俺もここにさせてもらうとするぜ。俺はロッシー。ま、長居する気はねえがよろしくな。うん、ロッシーが加わりましたね。なんかビリン、ロッシーには近づくなよな。ロッシーには近づいちゃダメだよ。おっさんもな、おっさんにも近づいちゃダメだよ、ビリン。よくぞ魔物たちを撃退した。それでこそお主だ。それでこそビルダーだ。うん。しかし魔物たちにこの町の存在が知られてしまったようだ。またいつ魔物が攻めてくるかわからん。町を守る方法を考えねばならぬぞ。それはそうと、お主、あの戦いで不思議な石板。うん、そうだね。青い石板。うん。旅の扉なるものが作れるようなのだ。何でも旅の扉を地面に置けば、自分が必要とするものがある場所に光の扉が開くのだそうだ。ビルダーであるお主なら旅の扉を作れるはずだ。作り方を思いつかんか。もしも思いついたらそれを形にしてみるといい。思いついたようですね。旅の扉、青。うん。ワープスコア100ポイント。ん？作れんのかな？あ、ある。油が足りない。1個でいいんだ。1個でいいみたい。じゃあ、スライムからちょっと拝借しよう。あてい！なんで落とさない、こういう時に。この野郎。この野郎。オッケーオッケー。これで作って、置いたらいいのかな？なんか置く場所とかあんのかな？ちゃんと。あの、最初にさ、行ったキメラのとこのあそこに置くんじゃない？おお、来た。え？でかしたと。ついに旅の扉ができたのだな。これで新たな土地とこの拠点を行き来することができるようになるだろう。新しい地には新しい素材がある。新しい素材があれば新しいものが作れるぞ。さあ、旅の扉を地面に置き、新しい地へと旅立つのだ。実はな、力を強め、お主の力を強め、町を発展させるために、我が輩から一つ頼みたいことがある。開いたら、旅立つ前に必ず我が輩に声をかけてくれ。今でいいよ。今でいいよ。何？まあ、置いてからね。はい。開いた。何？神秘的な輝きだ。扉の光は今お主が求めるものを得られる場所につながるという。えてこ、お主には旅の扉の先で物を作るビルダーの証とも言うべき大木槌の作り方を調べてきてほしいのだ。メルキド録によれば、大木槌なら硬い木や、岩も、あ、はいはいはい、今壊せないやつあるもんね。だって、うん、場所には新しい素材がたくさん、うん、
ものが作れる。そうすればこの町に、さら、この町をさらに大きくできるだろう。その名の通り、魔物の大きづちなら知っているはずだ。はい。我が輩に見せてくれ。了解。なんだ、なんだこいつ。なかなかだね。なかなかだね。あ、オッケーオッケー、了解。あ、ビリービリー行ってくるね。ビリーちょっと行ってくるね。アイテム整頓しとくか、ちょっとだけ。作るじゃない。ここに、ね、しまっておこう。整頓して、これいらない。食べ物はいっぱいあった方がいいしな。これもしまっておこう。よし。では、いざ！あ、お、はい。入るだけじゃダメなんだね。ちゃんと、丸ボタン押さないとね。おー、なにこれ？これ壊せない。大木槌だよね、大木槌。ちょっとマップどうなってんの、ここ。あー、なんか、何これ、どこ、下の方に自分の拠点があるってのはわかるよね。あ、こっち行ったらなんか危なそう。近くに、あ、ベス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 じゃん。待て、ベス。あー、落ちた。よし、赤い油、旅人の服。ほう、や、薬草、違う、染料。あー、やばい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 、降ってくる降ってくる。え、これ戻れんの、どうしよう。おお、降ってきた。なんでそんなところで。あいて、あ、やめて、この野郎。革の鎧、革の盾、ガンガンひらめくね。ガンガンひらめくね、ほんと。ただ困ったな、戻れないぞ。困ったな。こう、こうか。こう。よし。暗くなってきた。暗くなってきた。どうする？難しい。こう。あ、これで戻れる。はあ、なんとかなったね。よし。ん？ああ。やばい、夜だぜ。夜じゃん。ああ、回復しよう。あ、いた。あ、ちょっと待て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 、死ぬ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 。おい、この野郎。ランプ、よし、回復しよう。あそこが旅の拠点。あ、寝てる。寝るんだね。暗い。え？あ、ゴースト。つえ、つえ、つえ。あ、あ、やばい、あぶねー。
あぶねえ。なんか退屈だぜって言ってるやつがいるんだけど。ん？あ、ここか。大木槌の里案内所。ん？お前は人間じゃないか。さも当然って顔で家に入ってくるとは、向こう水というか大胆というか。まあいいさ、俺は昔から人間が嫌いじゃない。俺に何か用か。大木槌の作り方が知りたいだと。お前はなんてエッチな質問あ、そうなの？君たちのその木槌は何、陰部的なやつなのか。それは下ネタなのか。俺たちが持っている道具のことか。大木槌の作り方はこの先に住んでいる長老なら知っているはずだぜ。長老の家に行くんなら屋根の炎を目印に探してみろよな。はい。ほらよ人間、これをやる。俺からの、落ちかずきの印ってやつだ。看板。一緒に行か？一緒に行こうぜ。ねえ。取ってやった。取ってやったぞ、その。焚き火。代わりにこれ置いといてやるわ、お前。町来ない？君。一緒にさ、町大きくしよう。仲間になってください。新参者って礼遇されててな。いじめられている人間に少しばかり同情してんのさ。だが大木槌が全部そうってわけじゃねえ。色の違う大木槌を見つけたら気をつけな。気をつけろ。やだ、人間を見つけたら襲ってくる。集団で行動するからすぐに分かるはずだぜ。さあ俺たち自慢の武器、大木槌を作る方知りてんだろ。いろいろなやるじゃ。はい、まあちょっと夜だからね、ちょっと一旦ここでね、あの弾を取らせてもらおう。うん、弾を。あ、壊しちゃった。暗い。よし。壊してんじゃない、広くしてあげようと思ってさ、家をちょっと広くしてあげるわ。なんかあるくない？なんかあるよね。なん、あ、キノコ生えてる。屋根の上のなんか火を目印にって言ってたね。ちょ、めっちゃいるやん敵。